悪魔を狩るデビルハンターたちの壮絶な戦いを描いたホラーアクション作品だが、藤本たつきの個性的なデザインセンスやシニカルなギャグ、絶望と閉塞感漂う社会描写と、それに相反する生き生きとしたキャラクター造形が相まって独特な世界観を構築している。